ただ見た目だけの問題に、に見た目にこだわってるだけじゃなくてやはり見た目にこだわこだわらざる得なかった背景というのがあるので <music> はいおはようございますアセラメンタルクリニックの院長増田ゆうすけです本日は接触障害ですね接触障害の治療主に認知行動療法の観点からですねどのように治療を進めていくのがいいのかということを、えー、ざっくりお話ししようかなと思います で摂食障害っていうのはそもそもどういう病気かというとですね物、まあえー、が全然食べれなくなってしまうその結果、えー、どんどん痩せてしまうという拒、まあ、食型と呼ばれるものとかですね、まあ、制限型とかも言ったりしますけど。 えー、そういうものと、えー、食べては吐き、食べては吐きを繰り返し,し、結果的にですね、あのー、体の中に栄養がたまらないので、えー、ガリガリ痩せちゃうっていうパターンもありますね。そういう、えー、接触障害の、えー、食べ吐き型、過食音型っていうものもあるし、まあ、過食音を続けながらも、体重はそんなに、ね、あの、もう入院するほどは、 えー、痩せてないよとか、まあ、あの標準体型を保っているよとかむしろちょっと多い増えちゃってるよというパターンもありますけれど、まあえー、そういう病気を摂食障害と言いますで、この病気はですねかなり、えー、ハードですねあの治らないっいう言い方はしませんがでも簡単に治るものではないです。でそれなぜかっていうとう障害 は食べ吐きだけの問題じゃないんですよねそそもそも食べ吐きとか食べないだけの問題じゃなくてその背景には、えー、そもそも、えー、うつ病とか発達障害とか境界知能とか社交不安障害、境界性パーソナリティ障害他の病気が合併している可能性っていうのが、まあ、あるわけですで加えてその家族とか学校とか、まあ、職場でもいいんですけどそういう現実的な問題もあったりあと認知の歪みがあったりしますね、えー で痩せてるからゆえにより認知のみがみが悪化しているというパターンもありますのでだから栄養がいってないとことですね脳に栄養がいってないのでこだわりが強くなっていて冷静な判断を下せないということもあったりしますだから結構難しいですね治療はあの正解はなかなかなくて難しいですね、はい、で時には入院が必要だったりもします でえー、治療としては年単位に及ぶこともあの決して珍しくないという病気ですねで、えー、っとこのですね YouTube チャンネル僕の YouTube チャンネルでもですねコメント欄を見てると摂食、まあ、障害を合併している方結構多いですね、えー、とても多いくいてで何年も治療してるけれどもなかなかうまくいってませんとか、えー、少しずつは良くなってるんだけどもな,なかなかねあの癖が抜けないんですっていう方もたくさんいらっしゃる感じですね で今回、この動画はままあ、まあ摂食障害になったばかりの人とかですね、えー、まあ改めて摂食障害の治療についてまあ、えー、勉強し直したい人あとは摂食障害のご家族ですねご家族とか周りの人のに向けてちょっと、えー、動画を撮ろうかなと思っております。で 摂食障害を治したくてです、ね、あの認知行動療法を始めたいんですけどって、えー、言われる患者さんって結構いるんですねで増田先生のところでその認知行動療法やってくれませんかとかやっていませんかとか聞かれますでうちはですね摂食障害の人向けの認知行動療法っていうのはやっていません あのそれはどうしてかということはです、ねまあ、そのプログラム通りにやるのって結構難しかったりするんですねであのそれで、まあ、そういうデザインを組んで、まあ、経営に持っていくというのが難しいって話なんですけど <laughs> まあでもあのその経営的な観点からだけじゃなくてです、ね、あの実際そのどのタイミングで どのテーマを扱ったらいいのかっていうのはですね、あの、やっぱりプログラム通りにいかないんですよね。認知行動療法の1回から12回とか組んでですね、じゃあ12回、今日はこれをやって、次回はこの、このテーマについて扱いましょうとか、えー、次回はこのホームワークやりましょうっていう、やるとですね、なかなかうまくいかないんですよ、えー。で、その場その場でですね、優先度が高い問題とか、緊急性が高い問題って変わってくるので、なかなかまあ、 あのうちみたいな小さいクリニックだとあのプログラム通りのせ度って難しかったりしますし、まあ、患者さんに応じてやらなきゃいけないので結構難しかったりしますただあの認知行動療法のエッセンスはあの取り入れていますしあの、えー、やってるっていう感じですねで認知行動療法のプログラムではあのどういうものを扱うのかとかを、えー、今からお話ししようかなと思いますでまずですね一番最初にやってもらいたいのはセルフモニタリングなんですね でえー、今食べてる食事の量とかですね、えーまあ、できれば時間帯も書いたりとか体重計に乗っ,た、えー、乗って体重の量とかもきちんとチェックをしてもらうってことは、えー、やってもらってますでこれをやるかやらないかっていうのも、まあ、結構難しいんですよそもそもやることでその、ね、体重へのこだわりが増してしまうかもしれないし まあね、あのいつもやってるんであればちゃんとやってそれを、まあ、シェアした方がいいのかもしれないしここも結構悩みどこですねただあの、やることで、まあ、自分の客観視ができるし治療者ともそのデータを共有することができますでセルフモニタリングをするとですねあのその患者さんとかです、ね、家族があの正しいヘルスリテラシーを持ってないことが多いんですね。 だからやっぱり年頃だったらね1日2000キロカロリーとか2500キロカロリーぐらい食べなきゃいけないのに、えー、1日ね800キロカロリーしか食べてないとかねそ,それだったら、えー、痩せちゃうよって形だし。 本人はどうしてもご飯が食べられないからその代わりキャベツだったら食べれますとか言って、うん、本当はお茶碗のご飯食べさせたいけどキャベツを食べてるからいいですかとかあの <laughs> なんか言われますけどいやキャベツは全然栄養ないからこれだとどんどん痩せちゃうからあのそれだったらむしろ、ね、少しでもいいからポテトチップス食べた方がいいよとかね。 まあ、ポテチはあれですけど、まあ、あの体調によってあの変わりますけどでも、まあ、そういう話ですねだからあ、ここがですねあの案外あの侮れないというか結構、誤った、えー、情報を持ってたりしますね、えー、ことを信じていることがありますで、えー、お母さんもびっくりしちゃうことがありますねあれ、この子こんなことも分かってないのみたいなことがあったりもするのであの正しいヘルスリテラシーを、まあ、学んだりとか伝えるきっかけにもなるのでセルフモニタリングっていう重要です。 あと、認知の歪みですね、えー、がわかるので、例えば、これ、痩せてると思ってないことがあるんですよね。体重計乗って、私なんかすごい太ってると思いますとか言ったりするので、いや、それっておかしいでしょっていう話を、まあ、したりしますね。 はいでえー、っと次にです、ね、扱わなきゃいけない問題としては治療動機とかゴール,ですゴールについてです、ねえー、あなたはどうして摂食障害始まったんですかとか、えー、であなたは実際どういう体重になりたいんですかとかどういう体型になりたいんですかとか、まあ、将来どうしたいんですかという話を、まあ、どこかで扱う必要がありますね。 ただこれも結構難しいんだよね。とりあえず痩せてればいいと思ってますとか、えー、私は別に年を取ったらあの、もうね、30歳になったらおばさんなんで死にますとかね、<laughs> なんか言ってたりするんですけど、いやいや、そ,そんなこと言わないでよみたいな、ね、話が始まるんで、まあ,あの、どのタイミングでこれを話すかっていうのは結構難しいんですよね。治療の初期で扱った方がいいと言われてるけれども、あまりにも最初だと、 なんかね、こう、えー、本人もかたなだったり、えーね、治療関係がうまくできてなかったりすると話せなかったりするので、えーまあ、使いにくかったりしますねあと、えー、家族とか学校の問題ですねそもそも親子関係でどうだったのとかお母さんと、えー、あなたの問題はどうだったのとか、えー、お母さんとお父さんはすごく仲が悪いんじゃないのとか まあそういう話をですねやっぱ扱わなきゃいけないし学校ではどうだったのかとかお母さんは勉強しなきゃ許してくれなかったのかとか、えー、宿題が終わらないと泣きながらぶたれながら勉強してたのとかまあなんかそういうことも扱わなきゃいけないですね。 だから、接触障害にどうしてなったのかっていうと、ただ見た目だけの問題に、見た目にこだわってるだけじゃなくて、やはり見た目にこだわらざる、こだわらざる得なかった背景っていうのがあるので、それも扱わなきゃいけないですね。でもこれも結構タイミングめちゃ,くちゃ重要で、早い段階でこれを扱って、この問題を解決しないと、そのベースのね、問題が解決しないと、いくら食べても、やっぱり元に戻っちゃうので、この問題が、 まあ根本にあるから直さなきゃいけないんだけどこれを、ね、アプローチしていくと結構難しいですねなぜならお母さんにも協力治療,をす治療を進めていく上ではお母さんを味方に引き込まなきゃいけないんだけれどもでもお母さんが原因で摂食障害になっていることって結構あるので。 えー、味方なんだけど敵なんですよね。だから、まああの、敵というとあれですけど、味方なんだけど、まあ、お母さんの問題でもあるので、えー、でも、最初から、いやな、お母さんが悪いんでしょって言うと、絶対お母さん治療の仲間になってくれませんから、あ,あの、まあ、どのタイミングでお母さんに、その、 振っていくのか問題を、えー、彼女だけの本人の問題じゃなくて、まあ、彼かもしれないですけど彼,の彼とか彼女の問題じゃなくてお母さんの問題でもあるんだよということを伝えていくのか家族の問題でもあるんだよということを伝えていくのかっていうことは、まあ、タイミング結構難しいですね、どこであるのかっていうのはでもやっぱりこれを避けてるとやっぱ治療は進んでいかないのでやっぱりどっかで扱わなきゃいけないですね。はい であとは、併存疾患ですね、この問題も扱わなきゃいけないですね、だからあの発達障害とかないのかとか、知的障害とかはないのかとか、えー、そういうデリケートな問題も扱わなきゃいけないですね、だからあの本人は努力が足りないからだって言ってるんですよね、努力が足りないから勉強ができないんだとか、努力が足りないから、うん、周りとうまくいかないんだって言ってたりするし、家族もそういうふうに思っているのかもしれないけれど。 でも実際その努力をした末にうまくいかなくてでもどうしようもならないからやっぱ接触障害になってしまったっていうことがあるのでまあ何かしらのそのまあ平存疾患があると考えて治療に臨んだ方がいいですねただまああの実際接触障害だけって人ももちろんいますよだからあのねあのなんか絶対あるって思,思い込むのも良くないけれどもまあ えー、見逃さないためにもあ,のあると思ってやった方がいいことが多いかなと思います大体合併していることが多いですね、はい、精神科の疾患というのは、まあ、これを合併というのか一つの疾患の、まあ、サブカテゴリーと取るかはまた別ですけど、まあ、それはちょっとマニアックな話なんでちょっと今回はあの外しますねあとは、まあ、心理教育ですね、えー、っとどうしてあの接触障害に なったのかにじ、まあ、ますけど、まあ、そもそもちょっと誤った認知の歪みっていうのがあるんですよね、例えば平凡恐怖ですね、普通だとよくないとか、ちゃんと勉強、優等生じゃないと意味がないとか、えー、可愛くないと意味がないとか、普通だったらいじめられちゃうとか、まあ、そういう普通への恐怖心があったり、あとコントロール力ですね、なんでもかんでも自分の自由にしたい、えー、自分の自由にしなきゃいけないんだっていうふうな、えー、考えに染まっていることがあります。だから完璧主義だったり えー、白黒思考ですね。えー、いいか悪いかしかない。グレーがないんですよね。あと、何とかすべき、べき思考があったりしますね。ここら辺はまあ、全部似たような概念です。あとは、えー、分離不安ですね。分離不安、成熟への不安っていうのがあります。だから、成長するっていうのは怖いんですよね。だから、あの、人間って二度生まれるとか言いますけれど、 あの思春期をきっかけに急に脳みそがでかくなって急に分かること増えるんですよねあれなえこれどういうことみたいな <laughs> 子供の時は漠然とサンタクロースとか信じてて。 あでも冬になったらサンタさんっていういいおじさんが来てなんかあのクリスマスプレゼントくれるんだふーんみたいなねまあよかったよかったでなんかね親にね怒られたりするとあお父さんの言うこと聞かなかったからサンタさん今年来てくれないかもしれないってドキドキしてあやっぱ来たなよかったよかったとか <laughs> まあそういうまあね普通に大人の視点から考えたら何でそんなこと信じるんだろうと思いますけどでも子供の時ってそういうなんかまあそういうもんなんだろうなっていうことで。 を考えちゃう、まあ、素朴な世界観で生きてるんですよねそこから急にポンと大人の世界に踏み、ね、あの思春期をきっかけに大人の世界に入れられてなんか体大人っぽくなるわ、ね、エッチな目で大人から見られたりするわ。 友達関係はぐちゃぐちゃになるし、ね、誰が味方、誰が敵、えー、友情、恋愛、なんかぐちゃぐちゃになるんですよね。で、こんなの何,何これみたいな形で、急に、え、そんなことあったのえ、そもそもサンタさんっていなかったのとか、え、サンタさんって親が嘘ついてたのえ、それどういうことみたいな、<laughs> もう、もう全部が何これみたいな話なんですよ。で、そうなってきた結果、いや、お父さんとお母さんといつか別れなきゃいけないっていうのが、子供の時は漠然と大人になったら別れるんだろうなって思ってたのが、なんか現実味を帯びてきて、なんか怖い。 怖くなったりとか成熟することに怖くなっちゃったりします。で、その不安があるがゆえに、なんかもう、えー、落ち着かなくて食べも食べる食べ吐きをコントロールすることで自分の心の安静を保とうとしたりすることがありますね。あとはまあ、えー、結局食べ吐きっていうのは依存行為なんですよ。えー、依存症のものと似ていて。 あのそれをやったら安心,安心するんですねだから食べはきをするまで食べるまではもう,もう頭が混乱していてでも食べたく食べなきゃと思ってるんですよねで食べた瞬間すごく頭が、えー、リラックスする、えー、落ち着くんですよで、えー、吐いてフーっと一息ついた後にすごい自己嫌悪に陥るっていうのが摂食、まあ、障害の基本的な、まあ、依存的なメカニズムなんですけど あのこれはまあ自傷行為も同じなんですよね、自傷行為も、わーって死にたいからとかっていうよりは、頭が混乱して真っ白になってるから、腕を切るんですね、で切るとすっとするんですよ、落ち着くんですね、だからたまら,たまらずやっちゃうみたいな感じですね。 だから大人だと例えばギャンブルとかアルコールとかですよねだから僕も夕方ぐらいからもう今日疲れたなもう酒飲みたいなとかあもう腹減ったな酒飲みたいな <laughs> みたいなことを思って仕事終わったらプシッとか言ってビール開けて飲みたいとかあなんな中飲みに来てえな飲みに来てえなとか友達と飲みに来てえなとか思ってましたけどでもそれと似てますね。だから あの夕方のなんかこう今から飲みに行きたいなっていう気持ちですよ、なんか<笑><笑>こ,れこれに共感するのはおじさんしかいないかもしれないですけど <laughs> でも、それに支配されちゃってるんですね、それに支配されて、食べ吐きの瞬間しかリラックスできない、だから日中はずっとその、ああって思ってるっていうのが、まあ、えー、この摂食障害のまあ苦しさですね、だからあの逆に言ったら、摂食障害を治すっていうのは、お酒をやめることと似てますよね。 あのえー、一般の人からがイメージするには。だからお酒やめれないですよなかなか皆さん。 うん、いやいや、僕はやめれるよってい人いるかもしれないですけど、まあ、週7で飲んでる人がやめるのに似てます、はいえー、休館日をなかなか作れないお父さんとか、ですねダイエットしたいけれど、なかなかダイエットできずにお菓子をばくばく食べちゃう、ばくばくじゃなくてもいいですけど、食べちゃう、えー、僕とか、ですねあのお姉様方と同じですね、<laughs> なんかお姉様方と自分並べちゃいましたけど、まあいいや、はいえー、だから、まあ、結構大変だということです。 いやその頭がぐーっとこうなっているときにどうしたらいいのかというと、まあ、例えば散歩に行くとかですね、えー、ヨガをしてみるとか、まあ、呼吸に注目する、まあ、マインドフルネスみたいなことをして対処療法対処行動を学ぶ必要があるんですねだからあの、えー、認知の歪みを直しつつ行動で直していく認知行動療法なので、まあ、自傷とかをするんではなくて依存行為をしそうになったら別の対処行動で置き換えてあげるということを学ぶ必要があったりしますね あとこれもやらなきゃいけないんですけど、これも結構辛いんですけど、あの扱わなきゃいけないテーマですね、あの治療の流れと予測ですね、だからあの悪くなったときどうするのかということを良い時とかに話さなきゃいけない、あらかじめ話しておかなきゃいけないですね、これもなかなかこういう話したくないんですよ、治療者は、だから、えー、あなたが今はちょっとずつ良くなってきてるけれど、もっと体重が増えたときどうしますかとか。 接触障害の人は、え良、ー、くなっていく過程の中で、ほどほどの体重で収まるんではなくて、一度ですね、過食に転して、その、太ってしまうことって結構あるんですね。だから、えー、ガリガリだった人がちょっとぽっちゃりになって、まあ、元に戻るってことが多いんですけれど、その、戻った時どうしちゃうとか、あとはですね、まあ、卒業とか留年の問題ですね。だから、あの、痩せてしまって、なかなかこう、勉強ができなくなってしまって、 学校に行けなくなっちゃうで、卒業ができなくなっちゃうとか、留年しちゃうとてことは結構ありますで、それもやっぱりどっかのタイミングで話しておかないといけないですね、急にじゃあ、あのね、あの3学期からは全部、ね、学校行きます、そしたら留年をしなくて済みますとか言うんですけど、あと1ヶ月でそこまで直したいですとか言うんだけれど、まあ、なかなかね、それはうまくいかないことが多いですね。 だから、もちろんね、そうなることもあるし、あの、ベースに、ね、発達障害があったりすると、意外とそういうパターンもなくはないんですけれど、でも、あの、やっぱりね、そのポジティブすぎる予測っていうのはあんまり良くないので、まあ、年単位の治療だっていうこともやっぱり話さなきゃいけないし、それは本人だけじゃなくて家族とも話さなきゃいけないですね。すごく難しいですね。 でやっぱりあと、痩せすぎちゃった場合は強制的な入院というのもあります。だから主体性をどこまで重要視するのか、それとも強制的にやっていくのかという、この主体性なのか強、主体性と強制力のこのバランスでめちゃくちゃ難しいですね。で、どのタイミングでこのテーマを扱うのかっていうのも難しいですね。だから本人の状況とか周囲の状況、家族の理解の状況とかと合わせながら、まあ、組み立てていく必要があったりします。で、あの、 本人に任せて本人が好きなことを喋ったら本人のリズムに合わせていたらやっぱり治療ってすごく時間がかかっちゃうしかといって強制的にやらせてもあのね北風と太陽みたいなものであの、ね、変えて進まなかったりするのでこのバランスはすごい難しいですねであの他の動画でもよく喋ってるんですけど あの正解はないですねだから本人がどれぐらい良くなるのかっていうのはその治療者の腕だけじゃ例は決まらなくてやっぱりその持ってるそもそもの本人の自力の問題もあったりしますあと抱えてる問題もあるのでこの子がどれぐらいできるんだろうっていうのは本当に あの分かんないですね治療が進んでいかないと分からなかったりするので親はですね親にしても本人にしても治療者にしてもこれで正しいんだろうかという思いがずっとつきまといまますもっとうまくいったんじゃないか っていう思いに、あの、さまれるのが、まあ、接触障害の治療ですね。だから、良くなったと思っても、あ良かった良かったっていうふうになんかすっきり終わらないのが接触障害の治療で、もっとできたのかなとか、あれで良かったのかなっていうちょっとしこりが残るのが、まあ、えー、普通です。で、やっぱりなかなか答えはないんですよ。 だからあの無理させすぎてるんじゃないかとか期待を持ちすぎてるんじゃないかとか逆にねなんか諦めすぎてるんじゃないかとか本当にこうあの悩みながらやるっていう治療かなと思いますね、うん、で冷静ではいられないですからね本人にしても家族にしてももちろん治療者にしてもあの冷静ではいられないので あのついついね、良くなってほしいという思いがあふれて、なんかこう、ネガティブなものを、ね、あの排除したいとか、辛い話題を避けたくなりますけれど、でもやっぱり、えー、CBT に、まあ、準ずるというか、CBT を意識しながらですね、まあ、扱わなきゃいけないテーマを扱うべきなのかなというふうに思いますね。はい えー、ということで、えー、今回は摂食障害の治療をですね、まあ、認知行動療法的な観点から、えー、解説、まあ、ざっくりですね、解説してみましたはい、えー、では以上でこの動画があります、えー、もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、えー、グ,ッドボタンおグッドボタンおよびチャンネル登録の方グッドボタンおよびチャンネル登録あとシェアの方、えー、よろしくお願いします。はい、ではいでまた